9人組グローバルグループチームが7日、パシフィコ横浜国立大ホールで自身初のコンサートツアー、2024チームコンサートツアー一重引用譜ファースト PAW プリント一重引用譜追加公演を行い、日韓8都市計23公演で約7万人を動員したツアーを完走した。公演中には、5月8日にファーストシングル、タイトル未定。 をリリースすることをサプライズ発表し、ファンを沸かせた。ファイナル公演は、デビュー EP タイトル曲、Under the Skin からスタート。このツアーのためだけに準備され、メンバーの K が僕たちになっていく過程を表現した。と明かしたダンスブレイクを追加したスペシャルバージョンのパフォーマンスで、9人は表現力の進化をファンに見せつけた。 ジョーはツアータイトル、ファースト PAW プリントンについて、同じ意思を持つ君と僕が出会って僕たちとなり、一緒に作り上げていく旅路、その一歩を意味します、と説明。続けてアクロバティックなパフォーマンスが見どころの、ロードノットテイクン、そして WOLF、Win OR ルル s e f i g h を9人バージョンで披露し、 旅路を経て僕が僕たちになるチームのストーリーを存分に表現していく。チームが誕生したオーディション番組、オーディションザ・ハウリングのシグナルソング、ザ・ファイナル・カウントダウン、チームバージョンでは、オーディションを経てこれまでチームと共に歩んできたルーン、いい野球とアクセント付き、チームファンが涙ぐむ姿も見られた。熱いアンコールに依頼、 9人が結束の力でスタートラインに立つ様子を表現したドロップキックを披露。ルーンは私たちが共に刻んだ足跡を永遠に記憶しようと書かれたスローガンを掲げ、これからも続くチームへの愛を伝えた。初シングルを5月8日にリリースすることが決まり、メンバーたちは日本でナンバーワンのグループになって、世界中に良い音楽を届けたいです。 ドームにルーンを連れて行くと約束します。僕たちチームを信じて一緒に世界へ行きましょうと、それぞれの覚悟と目標を宣言。すると、ルーンが準備していたメンバーへの逆サプライズムービーが流れ始めた。チームへの応援手書きメッセージイメージや、チームと今まで一緒に歩んできた思い出が詰まった写真で構成されたムービーに、メンバーたちは目を潤ませ、K は本当にサプライズですね。 こんなに愛をたくさんいただいて、と感激。次のカムバックは本当にもっとかっこいい姿で帰ってきますので、それまでたくさんたくさん期待してください、と呼びかけた。ファンへの感謝を込めてメンバーたちは客席へ通り、一人一人のルーンと挨拶を交わしながらハンドマイクでファイヤーワークを披露。会場が暗転し、終演したかと思いきや、 最終公演だけのサプライズとして、会場の2階席、3階席までメンバーが訪れ、チームの始まりを思い起こす、ザ・ファイナル・カウントダウン、チームバージョン。お披露し、感動的なフィナーレを迎えた。ファーストシングルの予約受付は、3月12日午前11時に開始となる。リーダー EJ コメント、この初めてのパウプリ、ファースト PAW プリント。 を通してルーンの皆さんの応援や愛が大きな力になりましたしおかげでここまで来られたと思いますいつも僕たちを褒めてくださるんですけどルーンの皆さんも一人一人大変なこともあるだろうに僕たちに良いことを言ってくださってありがとうございます5月の作品でもルーンの皆さんがルーンでいてよかったと思えるくらいの結果を出したいと思います このパウプリが終わって雪が解けても、ルーンの皆さんと四季を過ごしたいです。ありがとうございました。